D 坂の殺人事件。江戸川乱歩。推理。さて、殺人事件から10日ほど経ったある日、私は明智小五郎の宿を訪ねた。その10日の間に、明智と私とがこの事件に関して、何をなし、何を考え、そして何を結論したか。読者は、それらをこの日、彼と私との間に取り交わされた会話によって十分察することができるであろう。それまで明智とはカフェで顔を合わしていたばかりで、宿を訪ねるのはその時が初めてだったけれど、かねてところを聞いていたので探すのに骨は折れなかった。私はそれらしいタバコ屋の店先に立って、おかみさんに明智がいるかどうかを尋ねた。ええ、いらっしゃいます。ちょっとお待ちください。今お呼びしますから。彼女はそう言って、店先から見えている階段の上がり口まで行って、大声に明智を呼んだ。彼はこの家の2階を間借りしているのだ。すると、おー!と変な返事をして、明智はミシミシと階段を降りてきたが、私を発見すると驚いた顔をして、やあ、お上がりなさい!と言った。私は彼の後ろに従って2階へ上がった。ところが何気なく彼の部屋へ一歩足を踏み込んだとき、私はあっとたまげてしまった。部屋の様子があまりにも異様だったからだ。明智が変わり者だということを知らぬではなかったけれど、これはまた変わりすぎていた。何のことはない、4畳半の座敷が書物で埋まっているのだ。真ん中のところに少し畳が見えるだけで、あとは本の山だ。四方の壁や襖に沿って、下の方はほとんど部屋いっぱいに、上の方ほど幅が狭くなって、天井の近くまで四方から書物の土手が迫っているのだ。他の道具などは何もない。一体彼はこの部屋でどうして寝るのだろうと疑われるほどだ。第一、主客二人の座るところもない。うっかり身動きしようものなら、たちまち本の土手崩れで押しつぶされてしまうかもしれない。どうも狭くっていけませんが、それに座布団がないのです。すみませんが、柔らかそうな本の上でも座ってください。私は書物の山に分け入って、やっと座る場所を見つけたが、あまりのことにしばらくぼんやりとそのあたりを見回していた。私はかくも風変わりな部屋の主である明智小五郎の人となりについて、ここで一応説明しておかねばなるまい。しかし、彼とは昨今の付き合いだから、彼がどういう経歴の男で、何によって移植し、何を目的にこの人生を送っているのかというようなことは一切わからぬけれど、彼がこれという職業を持たぬ一種の遊民であることは確かだ。強いて言えば、書生であろうか。だが、書生にしてはよほど風変わりな書生だ。いつか彼が、僕は人間を研究しているんですよ、と言ったことがあるが、その時私にはそれが何を意味するのかよくわからなかった。ただ、わかっているのは、彼が犯罪や探偵について、並々ならぬ興味と、恐るべく豊富な知識を持っていることだ。歳は私と同じぐらいで、25歳を越してはいまい。どちらかといえば痩せた方で、先にも言った通り、歩くときに変に肩を振る癖がある。と言っても、決して豪傑流のそれではなく、妙な男を引き合いに出すが、あの片腕の不自由な公爵士の神田白龍を思い出させるような歩き方なのだ。白龍といえば、明智は顔つきから小顔とまで彼にそっくりだ。白龍を見たことのない読者は、諸君の知っている中で、いわゆる講談師ではないが、どことなく愛嬌のある、そして最も天才的な顔を想像するがよい。ただ、明智の方は髪の毛がもっと長く伸びていて、もじゃもじゃともつれ合っている。そして彼は人と話している間にも、よく指でそのもじゃもじゃになっている髪の毛を、さらにもじゃもじゃにするためのように引っかき回すのが癖だ。服装などは一向構わぬ方らしく、いつも木綿の着物によれよれのへこ帯を締めている。よく尋ねてくれましたね。
その後しばらく会いませんが、例の D 坂の事件はどうです？警察の方では一向犯人の見込みがつかぬようではありませんか？明智は例の頭をかき回しながら、じろじろ私の顔を眺めて言う。実は僕、今日はそのことで少し話があってきたんですがね。そこで私はどういうふうに切り出したものかと迷いながら始めた。僕はあれからいろいろ考えてみたんですよ。考えたばかりでなく、探偵のように実地の取り調べもやったのですよ。そして実は一つの結論に達したのです。それを君にご報告しようと思って。ほう、そいつは素敵ですね。詳しく聞きたいものですね。私はそういう彼の目つきに何がわかるものかというような軽蔑と安心の色が浮かんでいるのを見逃さなかった。そして、それが私の逡巡している心を激励した。私は勢い込んで話し始めた。僕の友達に一人の新聞記者がありましてね。それが例の事件の係の小林刑事というのと懇意なのです。で、僕はその新聞記者を通じて警察の模様を詳しく知ることができましたが、警察ではどうも捜査方針が立たないらしいのです。無論いろいろ活動はしているのですが、これという見込みがつかぬのです。あの、例の電灯のスイッチですね。あれもダメなんです。あそこには、君の指紋だけっきゃついていないことが分かったのです。警察の考えでは、多分、君の指紋が犯人の指紋を隠してしまったのだというのですよ。そういうわけで警察が困っていることを知ったものですから、僕は一層熱心に調べてみる気になりました。そこで、僕が到達した結論というのは、どんなものだと思います？そして、それを警察へ訴える前に君のところへ話しに来たのは何のためだと思います？それはともかく、僕はあの事件のあった日からあることを気づいていたのですよ。君は覚えているでしょ？二人の学生が犯人らしい男の着物の色についてまるで違った申し立てをしたことをね。一人は黒だと言い、一人は白だと言うのです。いくら人間の目が不覚だと言って、正反対の黒と白とを間違えるのは変じゃないですか。警察ではあれをどんな風に解釈したか知りませんが、僕は二人の陳述は両方とも間違いでないと思うのですよ。君、わかりますか？あれはね、犯人が白と黒とのだんだらの着物を着ていたんですよ。つまり、太い黒の帽子間の浴衣なんかですね。よく宿屋の貸し浴衣にあるような。では、なぜそれが一人に真っ白に見え、もう一人には真っ黒に見えたかと言いますと、彼らは障子の格子の隙間から見たのですから、ちょうどその瞬間、一人の目が格子の隙間と着物の白地の部分と一致して見える位置にあり、もう一人の目が黒地の部分と一致して見える位置にあったんです。これは珍しい偶然かもしれませんが、決して不可能ではないのです。そして、この場合こう考えるより他に方法がないのです。さて、犯人の着物の縞柄はわかりましたが、これでは単に捜査範囲が縮小されたというまでで、まだ確定的のものではありません。第二の論拠は、あの電灯のスイッチの指紋なんです。僕はさっき話した新聞記者の友達のつてで、小林刑事に頼んでその指紋を、君の指紋ですよ。よく調べさせてもらったのです。その結果、いよいよ僕の考えていることが間違っていないのを確かめました。ところで君、硯があったらちょっと貸してくれませんか？そこで私は一つの実験をやってみせた。まず硯を借りる。私は右の親指に薄く墨をつけて、懐から半紙の上に一つの指紋を押した。それからその指紋の乾くのを待って、もう一度同じ指に墨をつけ、前の指紋の上から今度は指の方向を変えて念入りに押さえつけた。するとそこには互いに交錯した二重の指紋がはっきり現れた。警察では君の指紋が犯人の指紋の上に重なって、それを消してしまったのだと解釈しているのですが、しかしそれは今の実験でもわかる通り不可能なんですよ。
いくら強く押したところで指紋というものが線でできている以上、線と線との間に前の指紋の跡が残るはずです。もし前後の指紋が全く同じもので、押し方も寸分違わなかったとすれば、指紋の各線が一致しますから、あるいは後の指紋が先の指紋を隠してしまうこともできるでしょうが、そういうことはまずありえませんし、仮にそうだとしても、この場合、結論は変わらないのです。しかし、あの電灯を消したのが犯人だとすれば、スイッチにその指紋が残っていなければなりません。僕はもしや警察では、君の指紋の線と線の間に残っている、先の指紋を見落としているのではないかと思って、自分で調べてみたのですが、少しもそんな痕跡がないのです。つまり、あのスイッチには後にも先にも君の指紋が押されているだけなのです。どうして古本屋の人たちの指紋が残っていなかったのか。それはよくわかりませんが、多分あの部屋の電灯はつけっぱなしで一度も消したことがないのでしょう。君、以上の事柄は一体何を語っているでしょう。僕はこういうふうに考えるのですよ。一人の粗い棒縞の着物を着た男が、その男は多分死んだ女の幼馴染で、失恋という理由なんかも考えられますね。古本屋の主人が夜店を出すことを知っていて、その留守の間に女を襲うたのです。声を立てたり抵抗したりした形跡がないのですから、女はその男をよく知っていたに相違ありません。で、まんまと目的を果たした男は、死骸の発見を遅らすために電灯を消して立ち去ったのです。しかし、この男のいちごの不覚は、障子の格子の開いているのを知らなかったこと、そして驚いてそれを閉めた時に、偶然店先にいた二人の学生に姿を見られたことでした。それから男は一旦外へ出ましたが、ふと気がついたのは、電灯を消した時、スイッチに指紋が残ったに相違ないということです。これはどうしても消してしまわねばなりません。しかし、もう一度同じ方法で部屋の中へ忍び込むのは危険です。そこで男は一つの妙案を思いつきました。それは、自ら殺人事件の発見者になることです。そうすれば少しも不自然もなく、自分の手で電灯をつけて、以前の指紋に対する疑いをなくしてしまうことができるばかりでなく、まさか発見者が犯人だろうとは誰しも考えませんからね。二重の利益があるのです。こうして彼は何食わぬ顔で警察のやり方を見ていたのです。大胆にも証言さえしました。しかも、その結果は彼の思うツボだったのですよ。5日経っても10日経っても、誰も彼を捕まえに来るものはなかったのですからね。この私の話を明智小五郎はどんな表情で聞いていたか、私はおそらく話の中途で何か変わった表情をするか、言葉を挟むだろうと予期していた。ところが驚いたことには、彼の顔には何の表情も現れぬのだ。一体平素から心を色に表さぬ太刀ではあったけれど、あまり平気すぎる。彼は四十例の髪の毛をもじゃもじゃやりながら、黙り込んでいるのだ。私はどこまでずうずうしい男だろうと思いながら、最後の点に話を進めた。君はきっとそれじゃあ、その犯人はどこから入ってどこから逃げたかと反問するでしょう。確かに、その点が明らかにならなければ、他のすべてのことが分かっても何の甲斐もないのですからね。だが、遺憾ながら、それも僕が探り出したのですよ。あの晩の捜査の結果では、全然犯人の出て行った形跡がないように見えました。しかし、殺人があった以上、犯人が出入りしなかったはずはないのですから、刑事の捜索にどこか抜け目があったと考えるほかはありません。警察でもそれには随分苦心した様子ですが、不幸にして彼らは僕という一介の書生に及ばなかったのですよ。なあに、実はくだらぬことなんですがね。僕はこう思ったのです。これほど警察が取り調べているのだから、近所の人たちに疑うべき点はまずあるまい。
もしそうだとすれば、犯人は何か人の目に触れても、それが犯人だとは気づかれぬような方法で通ったのじゃないだろうか。そしてそれを目撃した人はあっても、まるで問題にしなかったのではなかろうか。とね。つまり、人間の注意力の盲点。我々の目に盲点があると同じように、注意力にもそれがありますよ。を利用して、手品使いが見物の目の前で、大きな品物をわけもなく隠すように自分自身を隠したのかもしれませんからね。そこで僕が目をつけたのは、あの古本屋の一軒置いて隣の朝日屋という蕎麦屋です。古本屋の右へ時計屋、菓子屋と並び、左へ旅屋、蕎麦屋と並んでいるのだ。僕はあそこへ行って、事件の当夜8時頃に便所を借りて行った男は、ないかと聞いてみたのです。あの朝日屋は君も知っているでしょうが、店から土間続きで裏木戸まで行けるようになっていて、その裏木戸のすぐそばに便所があるのですから、便所を借りるように見せかけて裏口から出て行って、また入ってくるのはわけはありませんからね。例のアイスクリーム屋は路地を出た角に店を出していたのですから、見つかるはずはありません。それに相手が蕎麦屋ですから、便所を借りるということが極めて自然なんです。聞けば、あの晩はおかみさんは不在で、主人だけが店の間にいたそうですから、おあつらえ向きなんです。君、なんと素敵な思いつきではありませんか。そして、案の定、ちょうどその自分に便所を借りた客があったのです。ただ残念なことには、朝日屋の主人は、その男の顔形とか着物の縞柄などを、少しも覚えていないのですがね。僕は早速このことを例の友達を通じて小林刑事に知らせてやりましたよ。刑事は自分でも蕎麦屋を調べたようでしたが、それ以上何もわからなかったのです。私は少し言葉を切って明智に発言の余裕を与えた。彼の立場はこの際何とか一言言わないでいられぬはずだ。ところが彼は相変わらず頭をかき回しながら澄まし込んでいるのだ。私はこれまで敬意を表する意味で間接法を用いていたのを直接法に改めねばならなかった。君、明智君、僕の言う意味がわかるでしょ？動かぬ証拠が君を指さしているのですよ。白状すると、僕はまだ心の底ではどうしても君を疑う気になれないのですが、こういうふうに証拠が揃っていてはどうも仕方がありません。僕はもしやあの長屋のうちに太い棒縞の浴衣を持っている人がいないかと思って、随分骨を折って調べてみましたが、一人もありません。それも、もっともですよ。同じ棒縞の浴衣でも、あの格子に一致するような派手なのを着る人は、珍しいのですからね。それに、指紋のトリックにしても、便所を借りるというトリックにしても、実に巧妙で、君のような犯罪学者でなければ、ちょっと真似のできない芸当ですよ。それから、第一おかしいのは、君はあの死人のサイ君と幼馴染だと言っていながら、あの晩サイ君の身元調べなんかあった時に、そばで聞いていて、少しもそれを申し立てなかったではありませんか。さて、そうなると、唯一の頼みは、アリバイの有無です。ところが、それもダメなんです。君は覚えていますか？あの晩帰り道で、白梅軒へ来るまで、君がどこにいたかということを、僕は聞きましたね。君は1時間ほどその辺を散歩していたと答えたでしょ？たとえ君の散歩姿を見た人があったとしても、散歩の途中で蕎麦屋の便所を借りるなどは、ありがちのことですからね。明智君、僕の言うことが間違っていますか？どうです？もしできるなら、君の弁明を聞こうじゃありませんか。読者諸君、私がこう言って詰め寄ったとき、鬼人明智小五郎は何をしたと思います？面目なさにうつぶしてしまったとでも思うのですか？どうしてどうして、彼はまるで意表外のやり方で、私の荒肝をひしいだのです。というのは、彼はいきなりゲラゲラと笑い出したのです。いやー、失敬失敬。
決して笑うつもりではなかったのですけれど、君はあまり真面目なもんだから。明智は弁解するように言った。君の考えはなかなか面白いですよ。僕は君のような友達を見つけたことを嬉しく思いますよ。しかし、惜しいことには、君の推理はあまりに外面的で、そして物質的ですよ。例えばですね、僕とあの女との関係についても、君は僕たちがどんな風な幼馴染だったかということを内面的に心理的に調べてみましたか？僕が以前あの女と恋愛関係があったかどうか、また現に彼女を恨んでいるかどうか、君にはそれくらいのことが推察できなかったのですか？あの晩、なぜ彼女を知っていることを言わなかったか、そのわけは簡単ですよ。僕は何も参考になるような事柄を知らなかったのです。僕はまだ小学校へも入らぬ自分に彼女と別れたきりなのですからね。もっとも最近偶然そのことが分かって二三度話し合ったことはありますけれど。では、例えば指紋のことはどういうふうに考えたらいいですか？君は僕があれから何もしないでいたと思うのですか？僕もこれでなかなかやったのですよ。D 坂は毎日のようにうろついていましたよ。ことに古本屋へはよく行きました。そして主人を捕まえていろいろ探ったのです。サイ君を知っていたことはその時打ち明けたのですが、それがかえって便宜になりましたよ。君が新聞記者を通じて警察の模様を知ったように、僕はあの古本屋の主人からそれを聞き出していたんです。今の指紋のことも、じきにわかりましたから、僕も妙に思って調べてみたのですが、は、は、笑い話ですよ。電球の線が切れていたのです。誰も消しやしなかったのですよ。僕がスイッチをひねったために火がついたと思ったのは間違いで、あの時慌てて電灯を動かしたので、一度切れたタングステンがつながったのですよ。スイッチに僕の指紋だけしかなかったのは当たり前なのです。あの晩、君は障子の隙間から電灯のついているのを見たと言いましたね。とすれば、電球の切れたのはその後ですよ。古い電球はどうもしないでも一人でに切れることがありますからね。それから犯人の着物の色のことですが、これは僕が説明するよりも、彼はそう言って彼の身辺の書物の山をあちらこちら発掘していたが、やがて一冊の古ぼけた洋書を掘り出してきた。君、これを読んだことがありますか？ミュンスターベルヒの心理学と犯罪という本ですが、この錯覚という章の冒頭を10行ばかり読んでごらんなさい。私は彼の自信ありげな議論を聞いているうちに、だんだん私自身の失敗を意識し始めていた。で、言われるままにその書物を受け取って読んでみた。そこにはだいたい次のようなことが書いてあった。かつて一つの自動車犯罪事件があった。法廷において真実を申し立てる旨、宣誓した証人の一人は、問題の道路は全然乾燥して埃立っていたと主張し、今一人の証人は雨降りの挙句で道路はぬかるんでいたと正言した。一人は問題の自動車は徐行していたとも言い、他の一人はあのように早く走っている自動車を見たことがないと述べた。また前者はその村道には二三人しかいなかったと言い、後者は男や女や子供の通行人がたくさんあったと陳述した。この両人の証人は共に尊敬すべき紳士で、事実を曲弁したとて何の利益があるはずもない人々だった。私がそれを読み終わるのを待って明智はさらに本のページをくりながら言った。これは実際あったことですが、今度はこの証人の記憶という章があるでしょ？その中ほどのところにあらかじめ計画して実験した話があるのですよ。ちょうど着物の色のことが出てますから面倒でしょうが、まあちょっと読んでごらんなさい。それは詐のような記事であった。前略、一例を挙げるならば、一昨年、ゲッティンゲンにおいて法律家、心理学者及び物理学者よりなるある学術上の集会が催されたことがある。したがって、そこに集まったのは皆、
綿密な観察に熟練した人たちばかりであった。その町にはあたかもカーニバルのお祭り騒ぎが演じられていたが、突然この学級的な会合の最中に戸が開かれて、ケバケバしい衣装をつけた一人の道化が狂気のように飛び込んできた。見るとその後ろから一人の黒人が手にピストルを持って追いかけてくるのだ。ホールの真ん中で彼は片身代わりに恐ろしい言葉を怒鳴り合ったが、やがて道化の方がばったり床に倒れると、黒人はその上に踊りかかった。そしてポンとピストルの音がした。とたちまち彼らは二人ともかき消すように部屋を出て行ってしまった。全体の出来事が20秒とはかからなかった。人々は無論非常に驚かされた。座長の他には誰一人、それらの言葉や動作があらかじめ予習されていたこと、その光景が写真に撮られたことなどを悟ったものはなかった。で、座長がこれはいずれ法廷に持ち出される問題だからというので、会員各自に正確な記録を書くことを頼んだのは、ごく自然に見えた。黒人が頭に何もかぶっていなかったことを言い当てたのは、40人のうちでたった4人きりで、他の人たちは山高帽子をかぶっていたと書いたものもあれば、シルクハットだったと書くものもあるというありさまだった。着物についても、あるものは赤だといい、あるものは茶色だといい、あるものは縞だといい、あるものはコーヒー色だといい、その他、いろいろ様々な色合いが彼のために説明せられた。ところが、黒人は実際は、白ズボンに黒の上着を着て、大きな赤のネクタイを結んでいたのだ。ミュンスター・ベルヒが賢くも切羽した通り、と、明智は始めた。人間の観察や人間の記憶なんて、実に頼りないものですよ。この例にあるような学者たちでさえ、服の色の見分けがつかなかったのです。私が、あの晩の学生たちは、着物の色を見間違えたと考えるのが無理でしょうか。彼らは何者かを見たかもしれません。しかし、その者は、坊島の着物なんか着ていなかったはずです。無論僕ではなかったのです。格子の隙間から坊島の浴衣を思いついた君の着眼は、なかなか面白いには面白いですが、あまりおあつらえ向きすぎるじゃありませんか。少なくとも、そんな偶然の符号を信ずるよりは、君は僕の潔白を信じてくれるわけにはいかぬでしょうか。さて、最後に蕎麦屋の便所を借りた男のことですがね、この点は僕も君と同じ考えだったのです。どうも、あの朝日屋の他に犯人の通路はないと思ったのですよ。で、僕もあそこへ行って調べてみましたが、その結果は残念ながら、君と正反対の結論に達したのです。実際は、便所を借りた男なんてなかったのですよ。読者もすでに気づかれたであろうが、明智はこうして証人の申し立てを否定し、犯人の指紋を否定し、犯人の通路をさえ否定して、自分の無罪を証拠立てようとしているが、しかしそれは同時に、犯罪そのものを否定することになりはしないか。私は、彼が何を考えているのか少しもわからなかった。で、君は犯人の見当がついているのですか？ついていますよ。彼は頭をもじゃもじゃやりながら答えた。僕のやり方は君とは少し違うのです。物質的な証拠なんてものは解釈の仕方でどうでもなるものですよ。一番いい探偵法は心理的に人の心の奥底を見抜くことです。だが、これは探偵者自身の能力の問題ですがね。ともかく、僕は今度はそういう方面に重きを置いてやってみましたよ。最初僕の注意を引いたのは、古本屋のサイ君の体中にある生傷のあったことです。それから間もなく、僕は蕎麦屋のサイ君の体にも同じような生傷があることを聞き込みました。これは、君も知っているでしょ？しかし、彼女らの夫は、そんな乱暴者でもなさそうです。古本屋にしても、蕎麦屋にしても、おとなしそうな物分かりのいい男なんですからね。僕はなんとなく、
そこにある秘密が伏在しているのではないかと疑わないではいられなかったのです。で、僕はまず古本屋の主人を捕らえて、彼の口からその秘密を探り出そうとしました。僕が死んだ細君の知り合いだというので、彼もいくらか気を許していましたから、それは比較的楽に行きました。そして、ある変な事実を聞き出すことができたのです。ところが、今度は蕎麦屋の主人ですが、彼はああ見えてもなかなかしっかりした男ですから、探り出すのにかなり骨が折れましたよ。でも、僕はある方法によってうまく成功したのです。君は心理学上の連想診断法が犯罪捜査の方面にも利用され始めたのを知っているでしょ？たくさんの簡単な刺激語を与えて、それに対する嫌疑者の関連連合の知足を測るあの方法です。しかし、あれは必ずしも心理学者の言うように、犬だとか家だとか川だとか簡単な刺激語には限らないし、そしてまた常にクロノスコープの助けを借りる必要もないと僕は思いますよ。連想診断のコツを悟った者にとっては、そのような形式は大した必要ではないのです。それが証拠に、昔の名判官とか名探偵とか言われる人は、心理学が今日のように発達しない以前から、ただ彼らの天秤によって知らず知らずの間にこの心理的方法を実行していたではありませんか。大岡越前の神なども確かにその一人ですよ。小説で言えば、ポーのルモルグの初めに、デュパンが友達の体の動き方一つによって、その心に思っていることを言い当てるところがありますね。ドイルもそれを真似て、レジデントペーシェントの中で、ホームズに同じような推理をやらせますが、これらは皆、ある意味の連想診断ですからね。心理学者のいろいろの機械的方法は、ただこうした天秤の洞察力を持たぬ凡人のために作られたものに過ぎませんよ。話が脇道に入りましたが、僕はそういう意味で、蕎麦屋の主人に対して一種の連想診断をやったのです。僕は彼にいろいろな話を仕掛けました。それもごくつまらない世間話をね。そして彼の心理的反応を研究したのです。しかしこれは非常にデリケートな心持ちの問題で、それにかなり複雑してますから、詳しいことはいずれゆっくり話すとして、ともかくその結果、僕は一つの確信に到達しました。つまり、犯人を見つけたのです。しかし、物質的の証拠というものは一つもないのです。だから、警察に訴えるわけにもいきません。よし訴えても、おそらく取り上げてくれないでしょう。それに、僕が犯人を知りながら手をつかねて見ているもう一つの理由は、この犯罪には少しも悪意がなかったという点です。変な言い方ですが、この殺人事件は犯人と被害者と同意の上で行われたのです。いや、ひょっとしたら被害者自身の希望によって行われたのかもしれません。私はいろいろ想像を巡らしてみたけれど、どうにも彼の考えていることがわかりかねた。私自身の失敗を恥じることを忘れて、彼のこの奇怪な推理に耳を傾けた。で、僕の考えを言いますとね、殺人者は朝日屋の主人なのです。彼は罪の跡をくらますために、あんな便所を借りた男のことを言ったのですよ。いや、しかしそれは何も彼の草案でも何でもない。我々が悪いのです。君にしろ僕にしろそういう男がなかったかと、こちらから問いを構えて、彼を教唆したようなものですからね。それに、彼は僕たちを刑事かなんかと思い違えていたのです。では、彼は何故に殺人罪を犯したか。僕はこの事件によって、上辺は極めて何気なさそうなこの人生の裏面に、どんなに意外な陰惨な秘密が隠されているかということをまざまざと見せつけられたような気がします。それは実にあの悪夢の世界でしか見出すことのできないような種類のものだったのです。朝日屋の主人というのはサード教の流れを組んだひどい残虐式乗車で、なんという運命のいたずらでしょう。一軒置いて隣に女の魔族法を発見したのです。古本屋の細君は彼に劣らぬ飛脚式乗車だったのです。そして彼らはそういう描写に特有の巧みさを持って、誰にも見つけられずに貫通していたのです。
君、僕が合意の殺人だったといった意味がわかるでしょ？彼らは最近までは、おのおの政党の夫や妻によって、その病的な欲望をかろうじて満たしていました。古本屋の細君にも、朝日屋の細君にも同じような生傷のあったのはその証拠です。しかし、彼らがそれに満足しなかったのは言うまでもありません。ですから、目と鼻の近所にお互いの探し求めている人間を発見したとき、彼らの間に非常に敏速な了解の成立したことは想像に難しくないではありませんか。ところがその結果は運命のいたずらが過ぎたのです。彼らのパッシブとアクティブの力の合成によって、筐体が全自媒化されていきました。そしてついにあの夜、この彼らとても決して願わなかった事件を引き起こしてしまったわけなのです。私は明智のこの異様な結論を聞いて思わず身震いした。これはまあなんという事件だ。そこへ下のタバコ屋のおかみさんが勇敢を持ってきた。明智はこれを受け取って社会面を見ていたが、やがてそっとため息をついていった。とうとう耐えきれなくなったと見えて自首しましたよ。妙な偶然ですね。ちょうどそのことを話していた時にこんな報道に接しるとは。私は彼の指さすところを見た。そこには小さい見出しで、従業ばかり、蕎麦屋の主人の自首した旨が記されてあった。